はい、どうも株式会社ドラフトの田中です。今回ですね、こちらの動画でこんな人は起業しない方がいいっていうテーマでお話をしたいと思います。まあ、こう起業について何回か前の動画で触れてる部分はありますので、こう僕自身がなぜ起業したのかっていうのに気になる方はぜひそちらの動画見ていただきたいんですけども、今回こちらの動画では要素としてこんな人は起業しない方がいい、逆に言うとこういう人は起業した方がいいっていうのを、まあこう丸2年ベンチャー企業やってきた中でいろいろこう僕自身感じる部分があったので、ぜひですね、まあその自分の実体験を踏まえてこちらの動画で皆さんにお話できたらなと思います。で、そもそもですね、まあ、こう起業したいっていう人たくさんいると思うんですよ。まあ例えばそれって憧れだったりとか、なんかこうちょっとお金稼げるかなとか、まあ夢があったりとか、なんかこう漠然とやってみたいとか、まあいろんな理由があると思います。起業って僕もですね、大学生時代の時とかってもう周りで起業したいとかっていう人たくさんいました。でまあ正直ですね、起業も形が様々あって、まずその起業っていう言葉から咀嚼分解して、起業ってそもそも何っていうところ、まあ起業の種類と、でその中である僕の考えている種類においては絶対こういう要素があった方がいいっていうものがあるので、それをですね、逆にお伝えしますし、その要素逆に欠けてるなっていう人は一度この動画を見て、あれ本当に自分で起業したいんだっけとか、その覚悟あるんだっけってところを振り返ってもらえたらなと思います。まずその話の冒頭としては起業のいわゆる種類ってところなんですけども、まあ起業ってですね、正直お金30万ぐらい払ったら大体1ヶ月弱ぐらいですぐに会社は作れます。まあサラリーマンしながら、あるいはこう勤めされながら、まあこう副収入を得たい、でそのお金が入る窓口を会社にしたいっていうのであれば、もうこれは全然いつでもやるべきだと思いますし、まあこう節税とかいろんなお金の工面のところでメリットがあるんであれば、もう今すぐにでも始めた方が僕はいいと思います。ただ今回この動画でお伝えしたい内容というのは実は会社です。まあ法人として会社っていう組織をこれから自分が作っていくと。でこの組織っていうところには人が必ず存在すると思うんですね。例えば営業もそうですし、人事もそうだし、経理も総務もいろんな人たちが、多くの人たちがこの箱、会社って箱に入ってきて、みんながビジョン、まあビジョンとか目標をめがけて一生懸命仕事する環境だと思うんですけども、そういうこれから会社をしたいなと思ってる人であれば、次に僕が話す内容っていうのは絶対要素として必要だと思いますし、一度自分自身起業、あるいは会社を作りたい、組織を作りたいと思っている中で、その要素ってあるんだっけっていうのは、一度考えてみていただきたいです。で、まずこの会社組織っていうものをこれから自分が作っていくぞっていうふうになった際にですね、この要素がなければ起業しない方がいい。逆に言うと、この3つの要素があれば起業した方がいい。あるいは起業できる可能、まあ、起業してうまくいく可能性が高いんじゃないかなと思う要素があります。まず1つ目。に関してはビジョンです。目標、こういった要素がすごい必要不可欠だと僕は思います。やっぱりたくさんの人がですね、同じ組織に入ってきて一生懸命これから仕事をしていくってなった時に、それぞれがですね、向かう先、思考の向かってる先がバラバラだったら、組織って一体感はなくなりますし、まとまらないと思います。これ実際僕の実体験で、まあそのなぜ何のために目標、会社を立てたのかっていうのが、あるいはこの会社を通じて、関わってくれてるステークホルダー、あるいはこう従業員のみんなにどうなってほしいっていうのがこう浸透しきれてない、伝えられていなかった時っていうのは、もう本当に何だろう、バラバラだったと思います。一体感もなかったと思いますし、一体感があったとしてもその場しのぎというか、まあこう中長期的に続かない、繋がらないような関係者だったと思うんですけども、そういったこう思いっていうのを少しずつですね、まあ、こう営業の メンバーだったりとか、会社の組織のメンバーだったりとか、何を求めているのかっていうのを具体的にして、それを求めているのはこういうふうに会社を伸ばしていきたいからっていうふうな、会社としてこういうゴールを持っているからっていうのを、話しするようになってから、すごく会社としても組織としても一体感出てきたなと思いますし、逆に言うと彼らがどういうアウトプットをしてきているとかっていうのもすごい
なんだろう、信頼できるようになりましたし、僕自身信頼して仕事も任せるようになれ、慣れてます。なので逆に言うと、この目標意識っていうのがバラバラですと、あるいは社長自身がビジョンがなかったりとかすると、信頼して仕事も任せられないと思いますし、すごい不安になると思うんですね。今みんな何考えながら仕事してるんだろうっていう風な不安がつきまとうので、なのでまずこの会社組織を通じて、どうしこの会社どうなりたいのか、この法人はどう成長させていきたいのか、あるいは事業としてこの事業はゴールどういうとこを見据えているのかっていうゴールを社長自身まず明確にするべきだと思いますし、その目指している世界っていうのは、いわゆるサラリーマンじゃない、副業ではない形で、本当に自分が心から本気になれる、死に物狂いで追いかけられるものだった場合に、すごい素晴らしいビジョンになるんじゃないかなと思います。でかつ多くの人が共感してくれて、ついてきてくれて、同じ方向を向けるビジョンになるんじゃないかなと思います。で、起業する中で持っておいた方がいい要素2つ目っていうのは軍事金です。これ実際ですね、僕が前職キーエンスという会社にいてですね、起業するときに手元にあった現金キャッシュとしては1000万以上ありました。実際起業してからですね、1年目自己資金をすごい使うことが多くて、約ですね半分ぐらいはもうなくなったと思います。使いました、1年目で。逆に言うと、例えばその人を増やす、あるいは事務所を借りる、そうですね、移動をする、商談の時に移動する、いろんなところにお金ってかかるわけです。で、手元にお金がない状態ってすごい心理的に疲弊してしまうと思うんですね。お金がないから目先の契約を急いでしまう、無理な契約を迫ってしまう、無理な黒字をかけてしまうというふうに、本来こうあるべき考え方、あるべき姿からすごいずれた、こう私利私欲、利己的な判断をしてしまいがちになるので、人間ってどうしても。なのでそういったことも踏まえて、自分に軍資金があったっていうのはすごい良かったなと思ってます。なんでも心理的に落ち着いた状況で取捨選択、お金を使って手段を選択することができて、こう今までやってこれたっていうのがあるので、今本当に借り入れもゼロですし、無借金で経営できていて、本当に自分自身心理的安全があった上で、こう意思決定できている状態って、意思決定のクオリティも高くなっていると思いますし、そういった部分で手元にどれだけのキャッシュを残せているかっていうのはすごい経営者として大事かなと思います。3つ目大事なこととしては、これはですね、僕は実績だと思います。僕はですね、前職キーエンスという会社に入ったんですけども、キーエンスという会社に入る前からですね、もうこのどういうことを自分がして、これからどうなっていきたいってある程度決めてました。実際将来的に起業したい、経営者になりたいっていうのは思っていましたし、そのために手段として使える会社に入ろうと思ったんですね。で、実際に自分につけたかったのは実績です。要はキーエンスで箔が欲しかったんですけども、ただキーエンスに入ったっていう箔だけであれば、もううじゃうじゃとそんな人ってたくさん世の中にいると思ったんですけど、自分が作りたかった世界っていうのは、今もこうやってやってる、営業会社、営業っていう手段を通じて、こう人の意思決定だったりとか、人の人生の岐路に立てるような環境を作りたいなと思っていたので、そのためにはまず自分が営業マンとして最高の実績を作って、それを多くの方に見せれる社会的証明として出す必要があるなと思ったので、まずこのキーエンスっていう、一般的には営業のレベルが高いって言われている会社で自分がナンバーワンを取ることで、これをもってしたら一種社会的証明になると思ったんですね。で、実際にキーエンスという会社で、ナンバーワンを取ることができた際に、本当にそれっていうのは自分の社会的証明につながりました。逆に言うとキーエンスで一番取ったんですね、取った人なんですねっていうので、ご紹介いただけることもありましたし、それが信頼性になって、田中さんから学んでみたいですっていうお声もたくさんいただきましたし、そういう実績、自分は何者なのかっていうふうに明確に伝えられる何かっていうものが一つあると、全然その仕事を進めていく中で、あるいは自分っていう経営者っていう一人のパーソナリティを表現する上ですごい武器になると思います。なのでちょっとお話まとめるとですね、まずビジョン、明確なビジョン、この会社を通じて関わるステークホルダー、従業員の人々にどういう風になってほしいのかっていうところ、で、2つ目としては軍事金、会社をより大きく前進させるための手段として必要になるこの軍事金、お金、3つ目としては実績、自分は何者なのかっていうところがあるとすごい違うと思います。で、逆に言うとですね、この3つ、例えばビジョンがない、お金がない、その実績がないっていうところで、どれか1つかけたら起業しない方がいいっていうわけではないんですけども、あった方が前進すると思います。必
かなり加速度は高まると思います。なので、例えばこれから起業したいなとか思ってる方がもしいるのであれば、ちょっとそういった点意識してみたらいいかなと思いますし、逆に言うと実績がないってやってもですね、まあ、この動画見てくれてる方になんですけども、まあ、お伝えしたいのが、まあ、僕の会社ではこう営業会社をやってまして、まあ、営業って本当に売上を上げる源泉だと思いますし、売上が上がらないと会社ってする意味ないと思いますし、まあ、倒産すると思うんですね。なので売るっていう、この販売する、売上を作るっていうところのフロントの力っていうのを、まあ、株式会社ドラフトでは営業力っていう側面から、まあ、こう従業員を鍛えてる、教育する環境があるので、なんかこう将来的に起業したいなって思ってる学生だったりとか、あるいはもうこれから起業を志してる社会人、あるいはもし今何もしなくてもいいと思います。実際僕も何もなかった学生の時に営業をスタートして、今こういうふうに徐々に社会出て実績を残せるような形で頑張ってるので、まあ実際に何もなかったとしても、このドラフトという環境で一度営業を学んでみて、そこからこの環境で学んだことを武器にしてこれから独立していくとかっていうことはすごいいいと思いますし、逆に言うとあのドラフトではそういう独立をしたいという方も応援してですね、起業家もあの実際輩出してきてるっていうのもありますので、何かこの環境であのうまくいった方はぜひ僕らも支援したいなと思いますし、これから出ていく OB とか、まあ、起業家のメンバーもたくさん出ると思いますし、そういったネットワークも生かしてもらえたらいいなと思いますので、今回の動画はこんな人は起業しない方がいいっていうのと、逆にこういう要素を持っている人は起業した方がいい、起業した時にうまくいく可能性が高まるんじゃないかっていうところでお話をさせていただきましたけども、あのそもそもまあそういう環境を求めている、成長できる環境を求めているとか、まあ、僕だったりとかこういう会社に興味がある人はぜひ、まあ、一度インスタグラムとかあの SNS もいろいろやってますので、ぜひあの DM いただけたらと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ今日はですね、まあ、あの起業するための要素、うまくいくための要素的なところと、逆に言うとちょっとない人は考えた方がいいんじゃないかってところで動画配信しました。見ていただいてありがとうございました。